立浪監督、今年は勝負の年。いつ育てたんだよ、去年まで種まき言うてたやろ。次期監督、見とるで W。首位争いしたんだからええやん。ネオに謝れよ、あのまま体勢してなかったとしてもありえないことやってんだから。首位と4ゲーム差の何があかんのですか。勝負の年だから中田山本板山で勝負かけるんやな。中日はタッツが種まいて水やりして江端が花咲かせるから。なんか去年は育てた年みたいなこと言ってるけど、誰育てたんやろ。ネオで遊んでただけやろこいつ。去年は優勝宣言したのに下方修正しとるやん。選手はおもちゃじゃねえぞとか言われたのこいつくらいやろ。去年の今頃は借金が今の3倍あったんやで。新庄と同じ状況だったが、3年目で差がついた。シーズンが4月中頃までだったなら優勝してたんだよな。ようやっとるよ。工事で立浪の名前が出るのを血眼で探してる。リクエスト成功したのまだ2回なんだ。中田ショート回、鵜呪いの装備をいつまで起用するのか。ご視聴ありがとうございました。